はい、では早速ですね、前回の動画でもちゃくんにそのトライセプスエクステンション、はい、やった方がいいよってことだったんで、今日はね、早速そのトライセプスエクステンション、ね、正しいトライセプスエクステンションっていうのを教えてもらいたいなと思うんですけど、ただこれね、僕以外にも肘痛い人とか伸ばしきれない人って結構いると思うんですよ、うん、そういう人のトライセプスエクステンションってどうしたらいいんですか。まずこの肩関節の動かし方がしっかりできてないんですよ、はい、で肩関節をまず固定した状態で、はい、上腕骨の位置を内側、はい、外側、はい、内側、外側、はい、これがしっかりできるかまずチェックしてほしいんですよ、はい、でこれができてたらめちゃめちゃライン掛け選手簡単で、なるほど、あとはこの動作に合わせるだけで、はい、まず手のひらここに乗っかってるじゃないですか、はい、これを曲げていきます、はい、で、上げながらこれを内側に絞るだけ。なるほど。で、この時にジンさんの肩が上に上がって外に逃げてるんですよ、うん、実際のエクステンションこっちじゃないですか、うん、ここで絞り込んでみてください。ここ曲がっていきます、締めます。なんで海外、海内、海外、海内って動作なんですよ。なるほど。でそれができてない人が肘を痛めるんですよね、これ。うーん、例えばこれがずっと海外下の肘を曲げようとしたら、はい、こう開いてみますよ。そう。だから体が開いちゃうんですよ。いやだから俺逆だと思ってた。痛いから開いちゃうんですよ。はい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 。なるほど。痛いから開いて外に逃がすようにしてるっていう感覚でいたから。でもある意味あってですよ。痛いってことはその外旋筋がしっかり働いてないんですよね。なるほどね。だからそもそも位置が安定させられないんですよ。でこれをやってってあげないと結局、大胸筋からこの腕にかけてのこのメリハリがどんどんどんスカスカになっちゃったり。はいはい。なんか手を伸ばしたりしたらもうプレアクションとかをしたらもうスカスカに見えちゃうんですよ。筋繊維全部使ってあげなきゃいけないので、はい、そう、内旋外旋を繰り返す。そうそう、そうで海内海外ですね。そう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 、大げさにやるぐらいですか。そうで大げさにやろうとするとこれ面白いのは、これじいさん拳握らなくなったの分かります。さっきまでこうしてたんですよ。全部をこの拳で物を持っていこうとしてますよね、うん、ってことは鍛えたい部位ここなんですよ、うん、ってことは動かしたいのは肘関節だけなんですよ、うん、なのにここの手のひらで思いっきり上げようとしてるってことは、うん、もう物理的に位置が違うんですよ。てこの原理に成り立ってないんですよ、うん、なるほどね。視点がしっかり定まらなくなってるんですよね、うん、で重さを動かそうとしてるからこっちから動かしちゃってるじゃなくて、イメージを変えてほしくて、肘を伸展したから三頭が収縮するだけなんですよ、うん、肘を屈曲するから三頭が伸びる、肘を伸展して解内するから三頭が収縮かかる、うん、でそれに重さがちょっと乗っかってるだけ、うん、っていうイメージにしないとそもそもトレーニングとして成り立たなくなっちゃうので、なるほどね。あくまで視点は肘関節で、そう、肘関節が動くから勝手に変えない海外が起きる。そう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 。なるほど。でネガティブ動作の最後でちょっとだけ海外した時に三頭の長頭に負荷を逃がしてほしいんですよ、うん、トライセプスエクステンション肘だけでやるとめちゃめちゃ負荷乗っちゃうので、うん、この最大のストレッチの瞬間にちょっとだけ長頭に逃がしたいんですよね、うん、なので肘関節自体上に上げたいんですよ。ここまでいく。なるほど。でここから収縮部位、最初肘回り肘回り、最後一瞬長頭を狙ってから上に上げる、うん、っていう動作にしてあげるとこのトライセプスエクステンション自体がやりやすくなるんで、うん、ちょっと一回やってみましょうか。はい、まず、うん、こう持つじゃないですか、うん、でまず最初にやってもらいたいのが、多分ジンさんの場合だとこう持つんですよ、はい、始まる前は多分こう持ってるんですけど、始まった瞬間、うん、この猫の手になっちゃうんですよね、うん、実際これって、真上に乗ってない人、まずここから肘関節を解内させます。これで収縮を覚えます。なるほどね。そうそうそう、解内解。これをみんな解外してますよ。よくこれで始めちゃいます、うん。これをするとめちゃくちゃ肘痛いんですよ、うん。これを解内させます。で、収縮かけました。収縮かかったところから解外させて、ストレッチをかけて、ここから切り返すのもありなんですけど、負荷がかかりすぎるから一回長頭に逃がすんですよ。で、ここからまた解内させながら上げて。解外させて、最後、解内させながら押していきます。よいしょ、めちゃめちゃシンプル。よいしょ。肩関節の解内、肘関節、肘関節の解内、解外、解内、解外。って意識すると、手の力どんどん抜けてくるんですよ。だから重さを握ること、重さを持つことがメインになっちゃってるんです、今、トレーニングが。なので、重さを持つことじゃなくて、それはきっかけ、ただ土台が重いだけ。で、こっちを意識して、ストレッチかけます。収縮かけます、ね、そう、で面白いのが負荷がないと痛く感じちゃうんですけど、負荷が乗るとなぜかできるんですよ、これ。そうなんだよ。トレーニングも始めてさ、負荷がかかるとなぜかできんだよね。そうそうそう。で、ここでまず上に持ってきました。あ、これちょっと上から取ってもらっていいですか。この肘の角度見えます。こっち側からまっすぐから取ってもらって、右肘だけ曲がっちゃっていいんですよ、うん、
左肘が伸びてるんですよ、うん、でこれをまず、右の腹斜を締めていくんですよ。そう、右の腹斜締めてこっちを海内刺す、うん、で手のひら力入れて腹締めて肘伸展してここでこっちも海内してる。そうで、ここで負荷が乗りました。で、ここから腹斜締めたまま、そう、ここから下ろしてて、で、一回超遠い逃がします。で、上げながら絞っていく、回内させて、そう、で、これで次こっちからちょっと取ってもらいます。今これ負荷ゼロポジションなんですよ。負荷大胸筋ポジションなんですよ、俺負荷はこっちなんですよね。ここにすると肘痛いんですよ。こっちにすると三頭痛くないの分かるんですよ。負荷が乗ってる状態なんで。で、こっから肘を曲げてて、で、肘関節から長頭にちょっと逃がす。で、こっから肘を締めながら上に上げていく。回転させながら、で、そこで止める、そこで止める、そこで止める。で、こっからまた曲げてきて、で、また回転させながら内側に絞りながら上げていく。ここまで。ああ、わかりました。わかりました。肘をもう固定して、そう。ここだけでこの動作。そう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 。こういうこと。そうすると、うん、スムーズにできるようになるのと、右の肋骨の力が抜けてるんですよ。うん、右の腹筋の力と肋骨の力を締めたまま、で上げて。そうそうそう。腹つりそう。そう。ってことはそこの腹筋の力が抜けてるのと、あとこっちから見るとわかるんですけど、右の足だけ外転してるんですよ。右足だけ。右足内転させてみてください。内転。そう。そこから下ろしていって、ストレッチかけて、で上げて、で動作をもうちょっとスムーズにしてみてください。肘を曲げてって、でスムーズにしてください。そのまま上げて、でここまで。そう、それをテンポよくいってみて、2、そう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 、うん、4、5、6、7、8、9、OK、ナイス。で、戻して、うん、思ったより痛くない。そうで、負荷のかかる位置が今間違っちゃってるんですよね、うん、重さはここで支えるものになっちゃってるんですよ。だって重さ自体は最初にもう負荷が乗ってってほしいんですよね、うん、ここでね。そう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 、ちょっとつけていいですか。いいっすよ。感覚を何キロいきます。何キロがいいっすか、持ち出し。いや、でも本当は5、5でいきたいけど、多分小さなプレート的に10、10いきます。で、ここでね。あ、あらもう謙虚に行きます動作をちょっとスムーズにしてほしいですね。はい、スムーズに。そう、あの今痛みを感じすぎてて動作自体がスムーズじゃないんですよ。で、ゆっくり動かすから関節の負担が増えるんですよ、うん、動作スピードはもっとテンポよくやってみてください。で、右の、あ、ここで肘を結構変えないさせて、変えない、内側、こっちで、足締めて、肋骨締めて、で、ここからスムーズにいきますよ。スムーズに落としてて、上げてきて、で、ここまで、そう、スムーズにして、ね、そう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 、絞る、3、内側から、4、あ、いいね、5、6、お腹を締めながら上げて、7、そう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 、内転とお腹締めながら、8、9、ラスト、 OK、ナイス。これは気球これはちょっと言葉にできなかったけど、そう、気球これはそうっすよね。で、肘ちょっと曲げてみてください。いけると、で、上にまで曲げて、肘曲げて、曲がりやすくなってるの分かります、うん、めちゃくちゃいきますよね。めっちゃいくようになってる。そう、しかもあんま痛みがなくなってきてるの分かります。そう、なんかね、痛いんだけどさっきの痛みじゃないんですよね。そう、さっきみたいに変な激痛じゃない。そう、変な激痛っていうのはもう完全に筋肉が萎縮して固まってるだけなんですよ。なんか例えば、あの人体とか切ってギプスはめると曲がんなくなっちゃうんですよ。なるほど。で、あれはなんでかっていうとずっと固定してるからなんですよ、うん、つまりジンさんのその三頭筋も伸ばした状態で固定しちゃったんですよね、あれ、はい、なるほどね。で、可動域自体を下げた状態で、で、そういう人たちってなんか無理やり曲げて痛いに耐えながら膝が曲がるようになっていくんですよ、うん、すると全く同じ状態です。じゃあ本当リハビリだね。そうそうそうです。これはで、それができると背中はもっとストレッチがかかるから広がりが出てくるし、うん、で、サイドレイズをもっと肩のその外側の面が強くなってくるんですよ。なるほど。じゃあポイントはしっかり肩関節を落として固定した状態で、そう
で、この固定の仕方が、さっきジンさんの癖で言うと、腕で固定するんですよ。うん、肋骨と内転筋。肋骨内転筋ね。そう。ここを締めて、ここを締めればもう動かなくなるんですよ、腕って。肩か。肩が動かなくなるんですよ。あ、ほんとだ。そうですよね、うん。これがさっきちょっと抜いてみるんですよ、だるん。で、手を上に上げると、肩がズリズリ動いちゃうんですよ。ほんとだ。じゃあこっち締めて。内転と肋骨を締めて、で動かす。そう、そうすると肩が上がらなくなって、肩のポジション決まったまま、上げ下げが行われるんですよ、うん。なるほどね。だから右の腹斜筋だけが出にくいんですよ。なるほど。じゃこれをより意識して。そう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 。だなんだろう、右こうあんま近いってやりすぎるとさ、こうずれてるような感じになるんだよ。そう、あれは右腹斜筋を締めてるじゃないですか。うん、僕は肋骨を締めるしか言ってないんですよ、うん。腹斜筋を締めちゃいけないんですよ。肋骨を締める。そう、あのこの前鋸筋を締めるんですよ。だからここと内転筋を締めるだけ。そうすると、うん、今まで股関節自体がそこ、この右回線を起こしてたのが。うん、左回線になって、左回線になると勝手に肩甲骨が前に出てくるからこれで力が入るんですよ。なるほどね。だからこれでアンバランスがなくなるってこと。そう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 。内転と肋骨を締める。そう。で、そうするとポージングをするときに、ジンさんこっちのポーズをするときにこれ外旋してるんですよ、うん、だからここの腹斜が出ないんですよ。なるほど。これが軸から締めてあげると初めて肋骨に力が入るんですよ。大丈夫？こんなになってる？あ、やばい。あ、これ見てください。これ内転してまってないですよね。これ膝関節を内側にしてるだけなんですよ。なるほどね。そう。そういうことか。これがバーベルスクワットとかをやってほしいゆえんなんですよね。なるほどね。内転を締めるって言うとさ、うん、どうしても膝が…インナーサイしますよね。そう。インナーサイ。インナーサイではないですよ。うん、結局、両方の土踏まずをギュッと踏んでもらうと、うん、本気に床踏んでみていくと、うん。これで内転力ないんですよ。ほんとだ。で、この状態でトレーニングってしてほしいんですよね。なるほどね。それこそなんか鈴木雅也さんでなんか足脱力させて、うん、両方の母子に体重を乗せて、うん、で肋骨を締めてカールをさせたりするんですよ、うん、それをやるわけね。そう、それが今右だけ上げ始めの瞬間にこっちです。でしかももうプルプル震えちゃってるんですよ、うん、内側に乗せると。なるほどね。ということは右の中殿筋が硬いから、外旋しちゃってるから、まずこことここをほぐすべきなんですよ。なるほど。天才なの。いやいやいや、分かりやすい体でした天才なの。筋肉でかすぎて分かりやすい。まあ、あとはこれを本当に反復練習して直していくだけって感じです。そうそうです。で、これに、うん、だから僕がなんでそのジンさんは軽い重量っすよって言いたいかっていうと、うん、これを30キロでやりたくないですよね、まだ。まだやりたくない。そう、でもこの動作を思い出してもらって、そこから重さを上乗せしてて、いつも通りの重さにまで来たらめっちゃすごくないですか。化けるよ。絶対化けるんですよ。絶対化けるよ。そう。で、どの動作でもできるようになるんですよ、うん、なるほどな。これは最初の 1,2 ヶ月結構戦いかもしれない。いや、マジマジ葛藤ですよ、うん、ただできる種目が増えてくるんですよね、うん、今までできなくなっちゃってたと思った種目を全部できるようにしてほしいんで。なるほどね。これなんかね、結構じっくり練りたいね俺なんかこういうのさ、壁にぶち当たるとすげえとことんできるまでやりたいタイプ。はい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 、はい、できてないのに次ってあんま行きたくないんだよ。うんうんうん。これちょっと頑張ってやります。そうで、これを60キロとか50キロでコントロールしたらめちゃくちゃ三頭は強くなるし、うん、で、しかもこれって面白いのが上に引っ張られるじゃないですか、うん、だから肋骨を締めなきゃいけないんですよ。逆にね。そう、うん、例えばこれをオーバーヘッドのブレンチプレスにしちゃうと開いちゃうんですよね、うん、だから締めにくくなっちゃう。開いたままこうやるから。そう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 。でもそれも実際は締めたいんですよね。でも先側にこっちの方がやりやすいです。これなんて俺一番痛いから今まで全部避けてきた。はい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 。逆にやった方がいい。そう、逆にやってあげるのが一番いいですよね。ちょっとラスト今の意識して、はい、で乗っけるだけで、握らない方がいいですね。握らない、握らない。そう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 。で、ここの手首を完全に返します。一回乗っかります。で、ここで肘を内回内させて、そうで、内転締めて、肋骨締めて、前鋸締めて、で、スムーズに、そうで、絞っていく。うまい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 。絞りながら2 3 4 5。そう、ここから持っていく。6 7 8 9。 OK、 ナイス。いや、これ分かった。ちょっと分かった。おお、肋骨で締めるって感じが分かった。で、肋骨締めると上がってきますよね。そう、肋骨締めずにこの開いたままこう動作して、ここだけでなるべく他のところ使わずにっていうの。でもさ、俺今まであえてというか、それを自分で封じてきたというか、わかるんですよ。それをやってた頃のジンさんの方が体のラインが綺麗だったんですよね。なるほど、ね、崩れたんですよ。だから僕それを伝えたかったんですよね。そう、だから俺、その前、その何、体の連動を使ってあげるっていうのがメインだったんだけど、はい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 、
やっぱその部位で他の部位封じてなるべく使わないようにっていうのを意識しすぎて、まあ、それで多分ね関節にすげえ負担かかってる。はいはいはい。どっちがでも筋肉つくのって言われた時に他の動き封じた方がいいように感じちゃうんだけど、はいはいはい、それはどうなんですか。まあ、それこそなんか僕のあの理論大きくなると思います。非加点理論、非加せる天才理論。いや無理だね。ですよね。それと同じことをしてるんですよ。連動性を無視してで一箇所だけを狙おうとする、うん、それに高重量を持ってるんですよね。なるほど。ってことはそれは連動しないから完全に肘関節とかに負担が上がるんですよ。あれで感覚を覚えてじゃあ重いものを連動して使おうっていうのがその効かせるトレーニングの最終地点なんで。なるほどね。連動しながら重いものを扱っていけば当然筋量も増えるし、あの関節に対する負荷も減っていくから。そうそうです。ただそのきっかけですよね。どこに効いてるかが曖昧な状態で始めてほしくないんですよ。だからそのピンポイントでまず負荷を与えちゃって、あここだわって分かったらそれの負荷を狙ったまま動作を連動していく。だからこの動作もスムーズにやってほしいんですよ。なるほどね。あそれだわ。だから持田君いつもなんだあの動きスムーズにスムーズにって言ってるのはそういうことだね、うん、そうそうそう、やりやすいようにやってほしいんですよね、うん、はい、ちょっとね俺このなんだ2本のパーソナルだけでもちょっと改善すべきことでやるべきことが今すげえ頭の中で交錯してて、でもワクワクする。そうなんですよ。これなんですよ。これだ。これがパーソナルトレーナーに一番必要なことなんですよね。いやこれをねやっぱ教えてる側に伝えられるっていうのはすごいよ、ね、具体的な褒めゼロでしたけども最後いやちょっとこれね、いやこれちょっとね言葉にするの難しいんだけど、はい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 、要はあのさどっちかっていうとトレーナーにお客さんもじゃあこれやれよあれやれよって言われて、うんうん、なんかある程度なんかこう形にして、うん、あのこうやるけど、うん、結局持田君は最初から全部理論をガチガチに話して、うん、でも一般のお客さん何も知らない人にそれ話したらさ、うん、あのまあ、よくわかんねえよみたいな、うんうん、なりそうじゃん、はいはい、持田君はそれをすごい一般の人たちでもわかるようにこう置き換える言葉の能力、言語の化能力っていうのがすげえ長けてるから、それがなんかすげえね頭に入ってきやすいし、うん、それと動きがこう連動するんでよりあこういうことかっつって楽しくなるし、うん、またね持田君にすぐ見てほしいっていう風に多分なるんだろう、うん、やっぱ楽しいことを伝えてるはずですからねトレーナーは、うん、確かに楽しいはずなんですよ、うん、しかもなんかそれなんか僕を信じてきてくれてるわけだからやっぱそれに全力で応えたいし、うん、だったらパーソナルトレーニングはその人に合わせるからパーソナルトレーニングなんですよね。なるほどね。だからパーソナルなわけだ。そうそうそう、自分の決めたメニューを教えるんじゃないんですよね、うん、その人に一番合うメニューなんだろうなんだろうなんだろうなって考えるから意味があるんですよ。と、うん、ことでですね、今日もあのまた持田君とね、肘のちょっと改善のトレーニングだったんですけど、うん、まあちょっと正直ね、すげえわ。これはちょっとお世辞抜きで、持田すげえ。やばいやばい。持田すげえ。お世辞抜きおもろい、うん。これを一個一個改善して、頑張ってきますんで、はい。はい、持田君よろしくお願いします。お願いします。で、持田君は毎週水曜日、都内だとこのウォーリアージムで、活動してますんで、皆さん、はい、気になった方は下の LINE アットから持田君のね、LINE アット登録して、予約取るようにしてみてください。はい。はい、おそらく予約取れないです。行ってみたい。俺が取らせない。おお、すごい。じゃあ10本ぐらい入れてください。10本ぐらい。ということで、じゃあ持田君。はい。恒例のうちの動画、締めてください。締めていいですか。またじゃあ、やっちゃおうかな。